はい、どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと夏っぽいのを言いますかね。海風っていう歌を聴いてください。外はまだお盆の暑さですけれども、ルートの中はちょっと海っぽい感じで、サーディカープって言うんですね。だからサーディカープって言うとなんとなくこう画像の向こうでサーディカープって言ってるかもしれないですけどね、いい加減な人たちが多いんですね。多い国ですね。のんびりしてるんですね。どちらかというと日本だと東北方面の、雰囲気にちょっと似ててですね、あんまりこうせこせこしてない人たちが、おおらかな人たちが多くて、あのマイペンライという言葉がある通りですね、まあまあ大丈夫、あのね、適当に行こうよ、オッケーオッケーっていう人たちがすごく多くて、なんかこう忙しい、東京のね人間からするとちょっとなんか見習わなきゃいけねえななんて思うことが多いですよね。
まあそんな気持ちで作ったわけじゃないんですけども、うたた寝っていう歌をうたた寝しながら聴いてください。セミの声